ほー、こんにちは。明るすぎない？暗いか。まあでもいいか。昼。モーニング、ヨッホー、おはようございます。おはよう。ちょっともうちょっと明るくしよう。お久しぶり。今日はちょっと朝が遅めなんですけど、10時だったんですけど、でも今こうやって見に来てくださってる方、本当にありがとうございます。久しぶりにコメントしてみた。ありがとう、タンタン。いつでもコメントしてね。約じゃないね、2日間ショールームができなくて、もうでも本当すごいよね、体って。でもさ、6時半前には起きてるよ。うんね、すごいなって思いました。だって最近は遠征に行って、いつもは お父さんとかお母さんに起こしてもらってたの、電話とかしてもらって。でももうそれも なしに起きれるようになったそうだから本当にすごいなって、慣れって怖いなって思った。だからもう朝がないのか不思議。うん、怖いなんて言ったらいいんだろう、うん、ってなった。やっぱ朝最初におはようございますとみんなとね挨拶するのがやっぱ毎日日課になってたので、それがねやっぱないとちょっとダメだなって思いましたいつもありがとう。いやー嬉しい。なんか配信なかったシャキッとしなかったやとか、そういうさ、なんか配信がなかったから今日一日が生々なんて言うんだっけ、うん、頭が回転しなかったとか頭が回転しなかったはないかもしれないけど、でもそういう感じのねことをやってくれるのは本当に嬉しい。ミューナ不足やね。ね、やっとやっと会えた、やっと見つけたお姫様フォローしました。あ、ありがとうございます、フォローしてくださって。あ、そうです、明日からもう4月になります。可愛い耳見れて元気なんだ。本当？ああフ
私もねすごい肩、いやもうねか、なんか筋肉が悲鳴を上げてる。多分これちょっと筋肉痛かもしれない。じゃないかもしれない。疲労かな。疲労が肩とかに来ることある？ちょっと痛いんですよ、なんか朝起きてうわだるっ、待って、体がだる重だってなったの。そう、ちょもうスタジオちょっと2回はねちょっと死んじゃうね。気持ち的にはいけるんだけど体が悲鳴を上げる、ちょっと大変ですね。踊っててすごい楽しいんだけどね。でももう体は限界なんだなっていうのが、あー年か。あもう年なのか。あ年を感じてきたわ。これって大人じゃない。つまらない、あれしてこれして売れてゆく、おいしいバナナになれますように。そういろいろ、あじゃあ昨日の話するか。昨日はスタジオの公演が2公演あったんですけど、で、夜は美月の生誕祭があったんですけど、そう、マリナの話は後にするか。美月の生誕の時にちょっと瀬取りが変わったというか、ちょっとやっぱせっかくだし4周年でやったビギナーがね、4周年でやった時はちょっと機材トラブルとかもあって、ちゃんとした準備してたものができなくて、そうだから、まあ何だろう、ミュウたちもああ惜しかったなとかいう気持ちがあったから、スタッフの皆さんもねもう一回 やりたいみたいな、やりたいやらせてあげたいみたいな、なんて言ったらいいのかちょっと分かんないんだけど、でもちょっとねもう一回やろうみたいな感じになって、リベンジという形で。やらせてもらったんですけど、一番最初に、はい、やって見てくれました。どうでしたか。もうね、葵にも来てもらってありがたい。かっこよかった、本当？よしさん、ハートありがとう。そう、ピアノバージョン、ピアノバージョンなのかな、ビギナーをねやらせてもらいました、初っ端に。でそこから、まあマストビーナウト、こうだんだんと同じ世代なんですけど、やりました。なんかやっぱりいつもと違う、そういうの、いつもと違うことをするって結構やっぱ緊張するし、もうビギナーをするのもこれで最後なのかとか思うと、もうなんかここ底力底力が出ました。底力が、門脇さん結構高音じゃないんで、意外とそう。で、あとは、
あーソロね、ワルキーをしました。ワルキーね、たったの一度もね成功したことないんだよね。どこかしらも絶対間違えてるんだよ私、ワルキー。そうワルキーね、この間は、この間っていうか昨日は歌詞を間違えました。間違えちゃったんですよ、うん、筋肉を触らせてよどれくらい、そうここのどれくらいなんだけど1サビがね、でどれくらいなんだけどでもどんな感じなのかって二回しでこうくるの。それでごっちゃになっちゃって、うーぐわーいなっちゃったの。あーと思ってやった思ったと思いました。まずそこと、あともう一つが筋肉を触らせてよどんな感じなのか、そう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 、私が歌ったサビが筋肉を触らせてよどれくらい硬いの、女の子には興味津々たくましさ、間違えた、筋肉を触らせてよどんな感じなのか、興味があるのよ男の子って不思議だねって歌っちゃったな。多分こう歌った気がする。そう同じ、あのね最初の頭サビと同じことを歌っちゃったの。本当はたくましさ見てみたいのよどんな感じなのか、ワクワクしてるわジョワニトキンってセクシーだねなんだけど、そこ間違えちゃって、すいませんでした。もう本当にはけてから謝りました、みつきに。すいません、ごめんなさい、みつきの大事な生徒さんにごめんなさい。そう、そんなことしちゃいました、ごめんなさい。歌詞の間違いいつも気がつきません。あ、本当？おはよう、会社に。お、今からお仕事ですか？朝ごはん食べた。朝ごはんは食べました。サラダとリンゴ。見つけるかと思うんで、ああもう年だからね。全然まだ年じゃないよね、21歳なんてまだ若い、21歳まだまだたくさんできるね。ミツキは何をやるんだろう、これから先。STU に STU ででもそうだし、 STU に STU から卒業しちゃった時、いつきはどんな将来を描いているんだろう。よっさん、ハートありがとう。もう色がねすごい綺麗だった昨日は。みつきカラーが再利用。あ、そうで、でね、あのそれね、みんなで、あのビギナーやってからみんなで写真、せっかくだからみんなで写真撮ろうやーみたいになって、でそれでビギナーのポーズしようってなって、ビギナーのポーズなんだろう、あ
この最後にビギナーデルデデンってなるところのここのポーズにしようってなって、でそれでこれで撮ってたわけよ。でそしたらありちゃんがねありちゃんがね、いや普通こうじゃん、こうかっこいいじゃん、これだったらかっこいいんだけど、ありちゃんがこうやってやったいやもうこれカッチカチやぞと思ってこれはちょっとちゃうねすごい MC で言いたかったんだけど、でも言うタイミングがなくなっちゃって急になんかそんな違う話してもなと思って、だからちょっともうショールームで話そうって思って本当はこうなんだけどあじゃあじやろー言って、そうなんや、ありちゃんだけ、ありちゃんだけそうやってたの。あまあなんか最後気づいたけどね私がちょっとやった福島太郎くん、クマンありがとう。わざとかな、いやアリンコにわざとなんてないよそのままで生きてるでしょ、くぼこさん、ドラマありがとう。あんねーとー、福島太郎くん拍手。初出す出す振り変えてなかった？え、どこだろう待ってどこの振り、なんか変えたっけ私。あ、私のソロのところは変えてるよ、いつもそこじゃなくて。早く声出したい、もうほんとそれはそうだよね。お YouTube で見た、そうそうそう、おあ、ありがとうぜひ生でも見てくださいそう、あそこはフリーだからもういろいろ変えてる、適当に自分が踊りたいように踊ってる時もあるし、ダンスの先生に教えてもらった振りでやったりとか、あとはセンターさんとかだったらその人の特徴とかで振りをするかも。あります、ゆみりんとエネルギーチャージ完了ってするもん。いやゆみりんとやることないけどゆみこね、いつもね八王子ダンス踊るんよ、なんか私たちが八王子ダンス踊ってたらで頑張って踊ってるの踊りたいらしい、はい、でそんで夜公演違う、昼公演ね、昼公演はあの普通のスタジオ公演だったんだけど、でもなんとマリナがね卒業発表をしちゃったということ、今日は騒がしいですね。なんか土日の昼みたい、そうマリナが卒業発表してしまったんですよ。もうびっくりしたよね本当に。だってちょっと待った言った時に、え待って、みつきみつきの生誕まだだよって私も思ったの。えまだだけどと思って、しかもちょっと待ったっていう係私だったから、あれなんでみたいな感じだったの私は。なんでおかしくないと思ってパッて見たら、もうなんか顔がもうやばくて、しかももうその次の言葉を出すのにもう涙と一緒に出てきそうな感じだったから、いやもう出てきたったんだけど、もうだからさ、うわこれ絶対卒業だと思って、もし見た瞬間にね、最初は見んかったっけ、最初はこうちょっと待ったあって見た瞬間にもうだってはぁってなっちゃったよね。もう現実を受け止められなくて、受け止めたくなくてってなって、でやっぱりあのじゃあ卒業発表で
っとなった。もうびっくりだよ。うん、だってマリナなんかあんな可愛い、あんな可愛い子いる？あんな美女。しかもさ、マリナとはいろいろやってきたわけじゃん、ずっとね、一緒にいる機会も多かったし、だから一緒にご飯もねよく行っとったんや、夜に終わりとか。だから本当にびっくりしたし、まあそれはね、いつかは別れは来る、なんだってそう。でもまだ来てほしくはなかったからっていうのがすごく大きすぎて現実逃避してました。でもしっかり受け止めて、マリナも頑張って発表したんだしね。だからその残された時間を大切に、していきたいなって思いました。マリナにもね、卒業するまでの間、マリナのことをずっと応援してくれてるみんなに、いっぱいの今までくれた愛情のお返しをね、してほしいね。応援しよう。会えないもので終わる。いや本当そうだよね、会えないもので終わるのめっちゃ嫌だな。もうカノンの時とかでそうだよね、カノンの時会えないまま終わったよね。きっとまた会える機会はあると思うよ、マリナが卒業した後もきっと。背中をさ、背中を押したくて、アディ頑張れ。っていうね、昨日はそんな感じでした。あー、ミーミーが卒業発表するの想像しただけで泣けてきた。あー、泣かないで。まあいつかはするけど、いつかはするけど、まだ全然する気ないから大丈夫だよ。もうそんな卒業のその言葉も出てないわ、もう。大丈夫だよ、今んとこまだだから。だからこれからも応援しててね。待って最低30年後はやばくない？私もうだってそうなったら48歳。おお48。ここの準備させてください。え、じゃあそれはみんなに相談したらいいの？あのさ、もう卒業しようと思ってるんだよねって、え、相談したらいいの？いや、それはちょっと嫌だよ。いっぱい応援しててね。
めっちゃ嬉しい。でもいつでも覚悟してる、絶対いい 方向だから。いやー嬉しい。まあ確かに私も、まあ、今のところ考えてることだけどね、まあ、卒業したとしても多分普通の女の子に戻ることはないだろうなっていうのは思ってるっていうか戻りたくない、そんな普通の女の子として生きるのは嫌だなって。このまま、このまま芸能活動をできるのであれば続けていきたいとは思う。タレントで頑張って、頑張りたいっていうのはあります。なってここまで来てくださったから、みんなさんが美羽のパフォーマンスを見たい。嬉しい。美羽のパフォーマンスもっといっぱい見て。いっぱいあのライブ見に来てください。ちゃんとって笑っていなさい。いやちょっと待って、私は入って今無理だよ。美羽のワールド出ちゃうから。っていう感じですね。あ全然まだなんで大丈夫だよ。安心してください、そこは。はい。で、ということで私のちょっと配信はこれにて終わろうかなと思うんだけども、何できない。あ、そう、今日は夜配信をねちょっとしようかなって思ってるんですけど、まあそうやな、10時過ぎてからじゃないとまあできないんですけど、まあ何時にするかとかは分からんけど、でまた決まったら伝えますね。そういう配信を3月最後なんで、今日が、あ、そうだね、うん、今日が3月最後なので、最後の日に、はい、私の誕生日月も終わります。終わるので最後の日にショールームしたいと思うのでよろしくお願いします。みんな拡散しといて。では皆さん、配信見に来てくれてありがとうございました。では13位、夏みかんさん、12位 RAM さん、ラムか、11位クラスさん、10位がおとやん、10位あ間違えた、9位たしさん、8位すずさん、7位昔から老人さん、6位のこぼこさん、5位よしさん、4位緑のイルカさん、3位ふうさん、そして第2位がもうさん、ありがとうございます。第1位がポンダー、ありがとう。はい、ということでありがとうございました、配信見てくれて。また明日の配信も、あ、今日の夜配信も見に来てください。待ってます。ではありがとう。昼から、昼10時からだったんだけど、来てくれてありがとう。